さあではですね、文字式の表記の仕方を今のうちに整理しておきましょう。前の動画でも1回やりましたが、今回はちょっとね、いろんな問題を出してきて頭の中を整理するために準備しました。で、一つね、じゃあ復習をしてみましょう。どういうルールがあったのか。まず、どんなルールがあったのかというと、かける記号、かけるの記号ね、これ、これね、これですね、は省く。これがまず一つ、省いて書きましょうっていうのが一つ。それから、数字と文字は数字が先ですよね。数字と文字があったら、数字と文字が大体全部あるんだけども、数字を頭に書きましょう。それから文字だけになった場合はアルファベット順を意識してください。アルファベット順を意識してくださいっていうのがありました。まあ、大体ここら辺のルールが分かっていれば、あとは大丈夫かな。あとは大丈夫かな。じゃあまず頭の中にこれを置いた状態で、一問一問解いていきましょう。まあ解くというほどのことでもないんだけどね、表記のルールを復習していきましょう。まず x×8、 文字と数字は両方ある場合は数字が先になります。つまり問答無用で 8x にしてください。 x8 とかダメですよ、 8x です。じゃあ次、これはバラバラになっています。大事なのは文字が2文字以上ある場合、アルファベットではどっちを先に書くべきかというものがあります。もちろんもうアルファベットは言えると思うので、どっちが先かというと XY ですよね。じゃあマイナス1っていうのは数字だから頭に置きましょう。さあここで注意です、私はあえて今間違った回答を書きましたが、ここは実は1は省いて書かないといけないっていうのは、ものすごくね、最初のうち注意しないといけないところです。なのでこれは正解、これね、これはまあ、×ですよ、×なので、本当の答えはマイナス XY と書いてください。この文字の前に来る数字のことを係数と言います。係数です。例を出せば、4x、51y マイナス 4t という文字だった場合、この数字を全部係数という言い方をします。で、係数に1やマイナス1が来る場合、その1というのは省かなければなりません。なので今回はマイナス1という数字はあるんだけれど、マイナス 1xy ではなくてマイナス xy と書くっていうのがものすごく大事です。ここをしっかり頭に入れておいてくださいね。1やマイナス1は省きましょう。書いておきましょう。ただしください。これ大事ですね。これを頭に入れておきましょう。はい、じゃあこれもう大丈夫ですよね。マイナス XY です。次の問題に行きましょう。同じ文字がある場合は指数で書くんですよね。指数で書きましょう。ちょっとこれも書いておくんね。まとめるっていうのも大事なルールでしたよね。じゃあこの場合はどうなるのか。まず数字と文字があります。文字は2種類以上あります。アルファベット順を意識して AB でしょうね。 AB です。 A は2個あるので A を2回かけるという意味で肩に2を乗せましょう。これが指数です。そして残り数字の3は頭に置く。
まあ、プロ用ですけど、この肩に乗ってる2という数字が指数ですよって感じですよね。さあ、次は割り算です。割り算の場合はどうするか。割り算は掛け算に直しましょう。掛け算に直すときは 割る数の方を逆数に直すんですよね。逆数に直す。そして数字は前に書いてください。で、ここでも注意があります。これでも全然丸です。丸ですが、こういう表記の仕方もできます。5分の a、 要するに5分の 1×a ってことは5分の 1×a とも一緒ですよね。で、1×a は 1×a はさっき上で書いた通り、まあ、隣にも書いてありますけど、省いて書くことができるので、もし上に載せるんであれば 1a ではなくて5分の a って書かないといけないということです。つまりこっちも正解です。だからどっち書いてもいいですよ。5分の 1a でもいいし、5分の a でもいいし、どっちでも大丈夫です。さあ、括弧番、ちょっと形は似てますけど、ここ塊ですね。ちょっとこれ注意しましょう。 a プラス b かける、まずは逆数の掛け算に直します。で、この場合ももちろん上と一緒です。数字を前にしましょう。これでも OK です。これでも OK です。でもこれも上の問題と一緒で、上に乗せても全然構いません。4分の a プラス b です。これはもちろん 1×の a プラス b なので、1を省くっていうものが一つ。もう一つは、上に乗っかったらもう括弧必要ないからね。この括弧を書かないっていうのもダメです。ここはダメですよ。ここは省いちゃいけないけど、このね、この表記のルール、頭に乗せるか横につけるかで、括弧がいるかいらないかっていうのも、ちょっと大事なので、頭に置いてみましょうね。横に置く場合は括弧いります。上に乗せる場合は括弧外しても大丈夫です。さあ、括弧6番いきましょう。これは2つのコラボ問題だけなので、冷静にいけば、すぐ終わります。6×a は括弧1と一緒です。6a ですよね。で、b 割る3っていうのは括弧4と一緒です。3分の b、 もちろん3分の 1b でも OK です。ただ今回はそれぞれの項には a と b 別々の文字が入っているので、この2つを足し算するわけにはいきません。6たす3分の1をやって a プラス b とかにしたらダメです。ここで、計算を終えましょう。さあ、ラスト。今度は t とか s とか出てきてます。 t とか s とか出てきてもやることは一緒です。割り算はさっきと一緒で8分の t にしておきましょう。で、文字と、数字は数字が先、 t と s は別の文字だからごっちゃに計算することはできません。ここで終了です。さあ、これが文字式の、まあ、表記のルールですね。でも表記のルールはしっかり今のうちにね、頭の中に入れとかないと、後々ね、どん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 混乱していくことになるので、あれ、なんか計算がなんで頭合わないみたいな時は、大体こういうケアレスミスをしてるか、このルールがはっきり頭に入ってないかのどちらかだと思いますので、これはね、もう1時間みっちりドリルでいっぱい問題解いて体が覚えましょう。それだったらもう多分逆に言うと1時間で覚えてしまえるものなので、で、ここら辺っていうのはあくまで手段ですからね。これからこれを使って次のね、問題を解かないといけないっていうものなので、あまり時間をかけずに、でも着実に1時間しっかり計算を練習して体で覚えて次に進みましょう。